オラトドース、皆さんこんにちは、マリコです。スペイン語にも日本語と同じようにたくさんの格言やことわざがあります。哲学的な意味を持つものから軽い意味のものまで様々ですが、こうした表現を知っておくとスペイン語の理解が深まり、自分の表現の幅が広がること間違いありません。ということで、スペインでの日々の生活の中でよく耳にすることわざを100種類厳選し、全100本の動画でご紹介していきます。前回までにご紹介したことわざは説明欄にリンクを貼っておきますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。スペイン語のことわざシリーズ第4弾は、パンがなければトルタで代用です。バーモサリトさん。その1、このことわざの意味。A falta de pan, buenas son tortas。パンがなければトルタで代用。今のスペインでトルタというとパンケーキを指します。なので私は初めてこのことわざを目にしたとき、パンがなくてもパンがあってもパンケーキの方が美味しいのに、ここから何の教訓が学べるんだろうと思っていました。でも実際はここで言うトルタは、ふかふかで美味しいパンケーキではなくて、パンよりも質の悪い平べったい塊のことを指すのだと後から知りました。それなら意味はわかりますね。美味しいパンがないなら平べったくてまずいトルタが美味しく感じる。つまり、あるもので我慢しようという意味のことわざです。その2、このことわざの単語文法解説。A falta de pan, buenas son tortas。 A、これは前置詞の A です。ここでは何々の時と訳します。Falta、女性名詞で欠乏とか不足という意味です。で、前置詞で何々のと訳します。パン、これは男性名詞でパン。日本語と同じです。というよりも、日本語でパンというのはスペイン語から輸入された言い方です。buenas、形容詞で良い、美味しいという意味です。これが buenas と女性形で複数形になっているのは、次に続く tortas、平べったいパンが女性名詞で複数形になっているからです。son、son はセール動詞の直接法、三人称、現在、複数形の活用です。これも次に続く tortas が複数形なので、son と複数形になっています。もし、後に続く名詞が torta と単数形だったら、セール動詞は s となり、s torta となります。その3、このことわざの発音練習。まずはゆっくり発音します。私の発音の後に皆さんが発音するスペースを設けますので、単語を見ながら発音してみましょう。A falta de pan, buenas son tortas. A falta de pan, buenas son tortas.A falta de pan, buenas son tortas. Condo va mos cosi hayame ni hatsun ste mimas. Onaji oni watashi no ato ni hatsun ste mite kudasai. A falta de pan, buenas son tortas. A falta de pan, buenas son tortas.A falta de pan, buenas son tortas. 最後に字幕なしで発音してみましょう。A falta de pan, buenas son tortas. A falta de pan, buenas son tortas. A falta de pan,Buenas son tortas. 素晴らしいです。その4、このことわざと同じ意味の違った表現。一つ目の表現。Para nada,
Más vale agua. 何もないことに比べたら水があるだけでもありがたい。これも最悪な状況の時にあるものに感謝しましょうという気持ちが込められています。二つ目の表現。Comida que escasa, bien se saborea. 足りない食事はより味わって食べる。つまり、量の少ない貧しい食事は味わって食べましょうと。貧しくて少ししか食べられない時には、その少ない量の食事を大切に味わって食べるということです。これも、a falta de pan, buenas son tortas. あるもので我慢しよう、手に入るもので満足しように通じる言い方です。スペイン語のことわざシリーズ第4弾。パンがなければトルタで代用。いかがだったでしょうか？このことわざが役に立ったと思ったらぜひ、いいねお願いいたします。こちらのチャンネルではスペイン語だけでなく、スペインの文化やスペインの世界遺産などを発信しています。チャンネル登録をしていただき、ベルのマークをオンにしていただくと、新しい動画がアップされた時にお知らせが届きますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。Muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!